杉山清隆&オメガトライブが40年ぶりにテレビ出演。松原美希、真夜中のドア、ステイウィズメをカバー。杉山清隆&オメガトライブが NHKBS で5月9日放送のザ・カバーズ第 1.2 木曜午後9時30分で40年ぶりにテレビ出演を果たす。大ヒットナンバー2人の夏物語をバンドとしてテレビ初披露するほか、中森明菜と松原美希のシティポップナンバーをカバーする。リリー・フランキーと上白石萌歌が MC を務め、アーティストが思い出深い名曲をカバーする音楽番組ザ・カバーズ。今回登場する杉山清隆&オメガトライブは1980年代に洗練されたシティサウンドで音楽シーンを席巻した。83年にデビューし、85年の解散までわずか2年8ヶ月の活動の中で、2人の夏物語、君のハートは、マリンブルー、サマーサスピションなど数々のヒット曲を発表。そんな彼らが2023年のデビュー40周年を機に再集結し、現在ファーストフィナーレツアー2024と題して全国ツアーを開催している。そして40年ぶりにメンバー揃っての激レアなテレビ初出演が実現した。杉山清隆&オメガトライブのヒット曲の多くを手掛けたのが、23年にデビュー50周年を迎えたシティポップのレジェンド作曲家、林哲司氏だ。ザ・カバーズではそんな林氏の名曲を披露する。近年のシティポップブームのきっかけになった真夜中のドア、ステイウィズメや84年のヒットチューン北ウイングをカバーするほか、自身のオリジナル大ヒット曲二人の夏物語ネバーエンディングサマーをバンドとして NHK で初披露する。全国ツアーも各地で大好評を博し、その変わらないパフォーマンスと色あせない名曲が話題の彼ら。番組のトークパートでは、今改めて再結集した理由やツアーでのエピソードを笑いを交えて語る。さらに5月9日をカバーズデーと位置づけ、ザ・カバーズ杉山清隆&オメガトライブ魅惑の 80S シティサウンドに続けて、ザ・カバーズ 80S ロックナイト、 TM ネットワークレベッカと1984年午後10時も放送する。カバーズゲストにはアジこと坂本美雨が出演し、レベッカの大ヒットナンバーフレンズなどをカバー。スペシャルゲストで小室哲哉が登場するほか、セレクションコーナーでは氷川きよしをフィーチャーする。ドラマガイド最新シーズン、ドラマガイドシーズン2024年春 TV ドラマガイド2024年4月5月6月にスタートする春ドラマの出演者、主題歌、見どころ、会見情報を深夜ドラマや BS で放送されるドラマも含め曜日ごとに一覧でお届け。連続テレビ小説、虎に翼、石原さとみ、亀梨和也、デスティニー、山下智久主演、ブルーモーメント、赤楚守に、錦戸亮、リベンジ欲望の果てに、マイナス、永瀬廉主演、東京タワー、長谷川博美主演、アンチヒーローエトセトラ、連続ドラマの情報をまとめてチェック。2024年、冬、TV ドラマガイド吉高由里子、江本優で送る NHK 大河ドラマ、光る君へ、山下智久、福原遥、正直不動産に、桜井翔主演、真空港選挙、渡辺翔太主演、先生さようなら、道江俊優主演、マルスゼロの革命マイナス、阿部サダヲ主演、不適切にも程がある、永野芽郁、山田裕貴、君が心をくれたからなど、2024年の冬に放送がスタートする連続ドラマを大特集。あらすじ、出演者や記者会見リポートなどを随時更新します。